気もしないでこのまま召し上がっていただくのがベスト。そうですね、で次にどんな食べ方、あとはあのマーガリンとかジャムとかつけた方がいいかな。ちぎって、ええ、でお客さんに召し上がっていただいてるんですよ。はい、ええ、大通公園の鳩みたいな状態だから。美味しいって皆さん。全部美味しいサインをこっちを送ってくれてる、はい。ありがとうございます。美味しいね。ぜひこちらにいらっしゃってパンを食べていただいて、愛の泉にもご協力いただきたいと思います。うん、そしてチャリティーミュージックソン24、25来週なんですが、はい、こちらのベンチでも24日、25日っていうのは最高。というイベントをやるんですけど、最高です、最高のチャンス。何や、共犯爆死。